はいこんにちは中学受験桜らチャンネルの滝谷直樹です、えー、今日はね偏差値65円の算数のねママこ建ての4回目です、えー、まあこれでねだいたい一通りね、えー、まあやったかなと思うんですけどまあぜひねここまで理解して、えー、使いこなせるようになるといいなと思いますさあじゃあ早速やってみましょうねこんな場合ですさあ、えー、これ4 1>, え1から2009の2009枚のカードを1から順番に1枚置きに捨てていくとで一番最後に残るのはいくつかっていうことなんだよねでこれはもう1から2009まで書いていくのはもう無理ですからねもう類似上の、えー、性質を使うんですさあ2る2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2さあここの時点で64です ぐらいしておきますこれ128256512さあもう1回かけれますね1024ねさあ2009枚ですからねこれ1024が限界ですこれもう1回かけるにしちゃうと2009超えますからね,ね1024さあ1024枚さあ千二十四枚 残して残りは捨てるんです残す1024枚残すということは次は 2009- 1024 5 8 985枚はまず捨てるんです捨てる さあじゃあ九百八十五枚一から順番に奇数を捨てていくと九百八十五枚目はいくつかっていうと九百八十五かける二引く一ですねえー、っと二倍すると千九百七十引く一だね千九百六十九がこれ九百八十五枚目のカードですね。 だから1から順番に1969まで捨てるんですよ。さあそうしたら残りのカードはどうなってるかっていうと197019711972197319741975と言って。 2009までまずいってさあそっから2にいきますね1はもう捨ててますから2468点点点点と言って、えー、1968まであるのかな、ね、さあでこの時にねこれで全部で985枚ですよ残りね、えー、じゃあごめんなさい1024枚です、ね、ごめんなさいごめんなさい で1969まで捨ててますから次捨てるのが1971です1970は捨てませんここから1枚目ですこれはなくなります2枚目残して3枚目捨てます4枚目残して5枚目捨ててってで最後ね全部捨てなくていいんです1024枚目はいくつかっていうとこのこれが1024番目なんですよ 1970が1024番目のカードですだからこれが最後に残るカードなんですですから答えはこれで終わりなんですねえー、分かんないところがあったりね、えー、したら1から見るといいですよとにかくママ子だていのはどういうものなのかどういう性質があるのか で、その性質を使って問題を解くね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では、今日はここまでにしましょう。